また動画？はい、また動画なんです。うん、こちらなんですけど、うん、前回動画やった時に相当やばい人なのは分かったんですけど、うん、なんか気持ち悪いのをもう一個見つけて。これ？はい。これ気持ち悪いと思う？なんか気持ち悪いんですよね。まあ当たり前だよ。本当ですか？なんで気持ち悪いかって、はい、キモい人がキモい動機で作ったからだよ。キモくなくてどうするってぐらいですよ。これ有名ですよ。これ見たことあるでしょ。これ14歳の踊り子っていうドガの彫刻で、はい、ドガが生前に発表した唯一の彫刻作品ですよ。そうなんですね。それでこれ28体ブロンズに鋳造されて、ドガが亡くなった後に、はい、だから28体は少なくとも公認のやつが世界中の美術館にあるんですよ。へえ。それでその銅像を見てる分にはそんなに気持ち悪くないはずなんですよ。ところがアメリカのワシントンのナショナルギャラリーにオリジナルがあるんですよ、はい、でオリジナルは蜜蝋で作ってあるんですよ。蜜蝋だから蝋だよ。蝋を、まあ、こういう柔らかい蝋をこねて作った像なんですよ、はい、そこから型を取ってブロンズに鋳造して世界中の美術館にあるわけ、はい、で大元の作品はその蜜蝋で作ったやつで、それを見るとキモいんですわ。まず蜜蝋でできてるから、ちょっとこれ写真だと分かりにくいんだけど、ブロンズより全然なんかね生々しいんだよ、銅でできてる分。それをまたあの手でこねて作ったのかなと思うとさらに生々しいんだよね。それでこれはあのブロンズ像でも同じなんだけど、このボディスがチュチュ、はい、この辺は布で作った衣装を着せてるんだよ。はい、新しいですね。新しいだろ。新しいんだよ、はい、布で作った衣装を着せてるんだよ。ドガが作ったんだよ、シコシコ。でこのトーシューズは実は本物のトーシューズ、え、本物の小さなトーシューズを、これあのモデルの3分の2スケールで作った彫刻なんだけど、小さなトーシューズを履かせてその上から銅で固めてるの。このボディスもこの上からあの銅で固めてるんですよ。チュチュだけがこうあれしてるけども、これまたチュチュが時代経ってボロくなってるとこが気持ち悪さを引き立てるんだよ。これ着せたんだみたいな。もう近くで見ると着せたっていうことは脱がせられるよねっていう話じゃないですか。はい、ね、なんか昔のリカちゃん人形的なことですか。的なことじゃないですか、はい、うって思うじゃないですか、はい、でね、さらにですよ、これ横から見るとこうなってるんですけど、一部ちょっと蝋が欠けてるところがあるんですよ、はい、その蝋の中から髪の毛が出てきてるんですよ。髪の毛髪の毛が、実はこの髪の毛もこの蝋で作った像に人毛で作ったズラをかぶせて、それをその上から銅で固めてあるの。それがこの辺ちょっと銅が剥がれて妙に髪の毛が出てんだよ。で怖い。でこの作品はですね、1881年の第6回印象派展に銅がだから生前唯一発表した彫刻なんですよ。でその時こうガラスケースに入れられて陳列してたんだけど、みんなやっぱこれ見てドン引きしたんやマジかよっつって、さっきも言ったようにこう服を着せて、でカツラまでかぶせて、それを蝋で固めてるから、まるで生きた人間を蝋人形にしちゃったみたいな状態ですよ。世紀末蝋人形の館状態なんですよ。うわーってなるわけですよ。でしかもさっきも言ったように着せたっていうことは脱がすことができるはずだっちゅうじゃないですか。その通りで、もともとドガはですね、これはまあ元の方からブロンズに鋳造したやつなんですけど、これ全裸フィギュアをまず作ってるんですよ。この全裸フィギュアを作った上でこの服を着せて、カツラをかぶせて、カツラをつけて、トーシューズを履かせて、銅で固めてるんですよ。キモいでしょ、はい、これつまりだから3分の2スケールの着せ替えができる全裸美少女フィギュアなんですよ。やっぱりやってること早いんですよ、動画。オタクを100年先取りしてるんですよ、うん、そうですね、はい、でこれだけでも結構ドン引きなのに、うん、こうタイトルにもあるようにモデル14歳なんですよ。ああ確かに、ね、はい、でオペラ座のバレエ学校に通ってる子なのね。名前まで分かってるんだよ。マリー・バン・グレートムだから、多分ベルギー系の人だと思うんだけども、うん、そのバレエ学校の少女をモデルにこの全裸フィギュアを作ったわけですよ。だから全裸モデルにして作ったわけですよ、うん、でこれはですね、まあ、あの当時のオペラ座のバレリーナね、あの前回のハゲオヤジネトラレ願望のところでもお話ししましたけども、うん、当時のオペラ座のバレリーナっていうのは割とその金持ちの愛人になったりとか、
そういう仕事だったんだよっていうのを話したと思うんですけど、この子のお姉さんもオペラ座のバレリーナだったんだけど、まあ、金持ちの愛人になってその旦那の金盗んで捕まったりとかしてんだよね、はい、でこの子もこの後バレエ学校辞めちゃってなんか売春婦みたいなことをやってたっていうのが記録に残ってるんだけど、まあ、そういう子ではあるけれども、それにしたって14歳はまずくねえかっていうのは、うん、当時のコンプライアンス感覚からしても、うん、結構やばいとこ来ちゃってるんですよ、うん、まだ学生じゃんと、しかも全裸だよと、うん、ずらしてるっていうのは、はい、絵画と同じですか？もちろんです、うん、合わせられないですから、ドガは、うん、はい、でドガはね、目が悪くなってきた頃から写真をよく使うようになってるんですよ。写真を撮ってそれを元に絵を描くようになってるんですよ、モデルの写真を撮って。でそれも目が悪くなってきてからっていうふうに言われてるんだけど、俺それだけじゃないと思うんだよね。あのモデルにいろんなことを頼むの多分苦手なんだよね。あ、優しい。で結構さ、しんどいポーズとか撮らせるじゃない、はい、そうするとさ、まあ、ほら割とこうすさんだ暮らしをしてる子たちだからチッぐらい言うと思うんだよ、はい、そうするともうドガは、あ、じゃあいいですってなっちゃうタイプの人なんだよね、うん、その点写真だと一瞬でパチャって撮れて OK ですって済むから楽だったと思うんだよ、はい、でこの子たちに対してもきついことは多分絶対言えてないと思うんだよ、動画って。むしろあの親父ちょろいぐらいな確かに。なんなったら帰りになんかちょっとぐらい物取って帰ってるよ、これ毎回毎回に来るたびに何しろこの人は危害は加えませんからね。でこのモデルの少女にも当然何もしてないですよ。そういう性癖の人もいっぱいいた時代ですよ。だけど動画は別にこの人には何もしてないですよ、うん、だけど逆に何もしてない方が怖いよっていうそういうのもあるよね。そこまでして何もしないでフィギュア作って喜んでる、そっちの方がやばくねえかみたいなものの見方っていうのもあるわけですよ。だけど俺はドガの味方ですよ。だって誰にも悪いことしてないんだもん、ね、この子はもうただ何もしないでただこうやって伝ってるだけでモデル代もらえて、あざーすって帰っていくわけだもん、はい、で犯罪を犯してるわけでもなくさ、はい、だそういう意味ではこの人はあっぱれな生き方だと思いますよ。誰にも迷惑かけてないですよ、はい、みんなをちょっと肝がらせてるだけで悲しそうな顔してるよ、はい、すごい寂しそう。寂しいよ、目見えない、画家が目が見えなくなっちゃうって、はい、確かにそうですね。ね、うん、たださ、粘土こねるぐらいさ許してやってくれよいや、目見えなくてこんなになんか足とかのサイズっていうかこう太さとかすっごい綺麗に出せるのすごいなと思います、うん、見える頃からやってたからだよ。散々やってたんだよこれ昨日今日始まったことじゃないよこれは。このおじいちゃんからですよ、はい、毎日毎日こういうのこねて作ってる喜びを奪う資格が誰にありますか、はい、ないです。ないでしょ、和田のおじいちゃんがこういうの作ってだって、はい、それはもう黙って見届けてあげるしかないでしょ。それ、ね、なんなら誕生日にどう送れよっていうなんか、まあ、自分のおじいちゃんが作ってたらもうこれも愛しいものになるかもしれないでしょ、はい、そうなんですよ。だからキモいキモいと思うかもしれないけれども、いや誰にも迷惑はかけてないですよと、うん、むしろある意味アートとして素晴らしい作品に仕上げてますよと。そんなドガおじいちゃんをね、みんなもっと分かってあげてほしいなと思います。以上ですというわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆さん